ニコラス・ガナー・グッディは、アメリカ合衆国フロリダ州オーランド出身の、プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のニューヨーク・ヤンキース参加所属。愛称はグッズ。高校時代は、遊撃手で、チームメイトに、ジャスティン・ニコリーノがいた。フロリダ州立、カレッジ・マナティ・サラソタコ時代に、投手へ転校した。2011年の MLB ドラフト22巡目で、 ニューヨークヤンキースから指名されたが、この時は入団しなかった。2012年にルイジアナ州立大学へ移り、この時はケビン・ゴーズマンとチームメイトだった。ニューヨークヤンキース時代2012年の MLB ドラフト6巡目で再びヤンキースから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 スタテンアイランドヤンキースでプロデビュー。A 級チャールストンリバードックスと、 A 級短波ヤンキースでもプレーし、3球団合計で23試合に登板して1勝2敗、7セーブ、防御率1.13、52奪三振を記録した。2013年は、トミー・ジョン手術を受けたため、A 級短波で2試合の登板にとどまった。2014年は、A 級短波と AA 級、トレントン・サンダーでプレーし、2球団合計で27試合に登板して2勝3敗。 防御率4.60、46脱三振を記録した。2015年は開幕からトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレー7月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが、この時は登板機会がないまま28日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリへ降格した。7月30日に再昇格すると、 同日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは7試合に登板して防御率4.76、3奪三振を記録した。2016年は27試合に登板して防御率4.66、34奪三振を記録した。オフの12月15日にアロルディス・チャップマンの加入に伴いディーフとなった。 クリーブランド・インディアンス時代2016年12月20日に後日発表選手、または金銭とのトレードでクリーブランド・インディアンスへ移籍した。迎えた2017年のシーズンは過去2年の合計を上回る56試合に登板して1勝2敗、防御率2.80と成績も大きく改善された。 2019年11月20日にディーフとなった。2019年11月26日にウェーバー工事を経てテキサスレンジャーズへ移籍した。2020年9月24日にディーフとなり、28日にマイナー契約、29日に FA となった。2021年2月にプロ入り時の古巣であるヤンキースとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。フォーシーム5割、スライダー5割の比率で投げる2ピッチピッチャーで、スライダーは右打者に対する強力な武器になっている。弱点は左打者を苦手にしていることと一発を食いすぎること。ありがとうございます。